皆さんこんにちは。日常的ランキング、チリです。今回の動画はリクエスト企画。都道府県10万人あたりの医師の人数ランキング。各都道府県の医師の人数を人口10万人あたりで算出、ランキングにしてみました。果たしてどのような結果となるのか。それでは、スタート。第47位。埼玉県 141.1 人。第46位、千葉県 180.8 人。第45位、茨城県 181.9 人。第44位、福島県 206.1 人。第43位、神奈川県 208.8 人。第42、静岡県 215.6 人。第41、岐阜県 217.1 人。第40、新潟県 218.6 人。第39、青森県 222.3 人。第38、岩手県 223.3 人。第37位、滋賀県 231.0 人。第36位、三重県 233.2 人。第35位、栃木県 238.7 人。第34位、群馬県 239.7 人。第33位、愛知県 241.9 人。第32位、山形県 246.3 人。第31位、山梨県 251.5 人。第30位、長野県 253.5 人。第29位、秋田県 257.3 人。第28位、沖縄県 261.1 人。第27位、富山県 263.1 人。第26位、山口県 265.7 人。第25位、北海道 266.6 人。第24位、宮崎県 267.1 人。第23位、福井県 268.9 人。第22位、宮城県 270.1 人。第21位、大阪府 275.5 人。第20位、広島県 280.0 人。第19位、佐賀県 282.7 人。第18位、愛媛県 289.1 人。第17位、鹿児島県 289.9 人。第16位、大分県 290.2 人。第15位、香川県 298.0 人。第14位、兵庫県 303.0 人。第13位、熊本県 308.6 人。
12、島根県 308.7 人。第11、奈良県 318.8 人。第10位、和歌山県 322.7 人。第9位、石川県 327.0 人。第8位、高知県 333.9 人。第7位、長崎県 334.4 人。第6位、福岡県 338.6 人。第5位、岡山県 345.2 人。第4位、鳥取県 354.6 人。第3位、徳島県 357.1 人。第2位、京都府 398.7 人。第1位、東京都 412.1 人。以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。